チャレンジスピリッツ、スポーツの未来を考える。アスリートがセカンドキャリアに向き合うとき陥りやすい落とし穴とは。スポーツ選手として、まあ、少なからず輝かしいキャリア積んできたわけですよね、でそれがまあ自分のアイデンティティだったと。一方で社会的なキャリア評価となると自分自身もこれ自信がないもんですから、この自信がないところに一歩踏み込んでいく、いわゆるコンフォートゾーンをどうやって脱出していくかと、いうところが鍵になっていくんじゃないかなと思うんですよね。私がね、ホークスにいた時の、ソフトバンクにいた時のね、一つの例で、ソフトバンクでは、引退した選手は全員正社員としてソフトバンクグループで雇用するんですよ。あ、そうなんですか。ちょうど私が取締役やってた時に始めましてね、選手たちはとっても喜んでくれると思った。実際選手獲得の時に親御さんは本当に喜んでくれましたよ。そうだね。ところが選手はね、意外と入らない。へえ。で聞いてみるとね、いやだってショップに出なきゃいけないんでしょとか、パソコン俺できないからとか、なんかね、自分で自分のね、いわゆるコクーンを作っちゃって、そのね、温室から出ないで済むように従う傾向結構あるんですよ。なるほど。これだから要するにアスリートとしてね、輝かしい時代があって、まあ引退するときっていうのはね、ほとんどの場合が志半ば、まあ北澤さんのようなね、スーパースターだとどういうふうにお考えになるのかっていうのはまた違う部分もあると思うんですけど、ほとんどがやはり何らかの挫折感、敗北感を持って、要するにその世界ではもう自分の居場所がないから引退するわけですよね。そこで一回ゼロスクラッチにしちゃうと、そのスポーツのキャリア後で生きてくるんですけどね、それに一歩踏み出せるかどうか。で近年はやっぱソフトバンクでもやっぱ先輩が勤めて結構いいよと、悪くないはずなんですよ、スキルもいろいろ教えてもらえるしさということで少しずつ増えてるんですけど、それでもやっぱりね、一般の人と一緒されたくないとか、一般の人にかなわないと思いつつ一般の人と一緒されたくないっていうね、このね、不思議なね、このいわゆる、まあ、すごく悪い言葉で言うと温室の中の甘えん坊っていう側面がかなりのアスリートはある感じ。変えられないっていうことか。一回ね、一歩踏み出しちゃえば、成し遂げた実績に裏打ちされたスキルって本当はいっぱいあるじゃないですか、やり遂げる力も、困難の力もね、勝ちもあれば負けもあるっていう、なんか人生の縮図をすごく短い期間に、若い期間に本当は学んでるんですけど、パッとその様子に自分がアスリートとして輝いていた、その自分を知ってもらっていない世界に飛び出す怖さっていうのをね、これ克服するのが一番大事なところじゃないかな。まあ、どうしても引きずってしまいますよね。北澤さんはいかがでしょう。そうですね、もう本当小林さんのおっしゃる通りというか、まあ、全く同じなのでコメントなくなっちゃうんじゃないかと思ったんですが、もう本当にサッカーも同じで、一つはJ リーガーだったっていう知名度を利用すればなんとかなんじゃねえかっていう、まあ楽観的なところと、あと一方で逆にサッカーしかやってこなかったから俺他のことできないよっていう悲観的なところと、結構入り混じっていると思うんですね。で実際には本当小林さんおっしゃった通りで、なんかこう特別視されたりとか、まあよくこうプライドを捨てきれないみたいな言い方とかをするんですけど、結構僕も正直最初の頃はありました。ただよく言うのは賞味期限がもうすぐ切れちゃうよっていうので、賞味期限2年引退して2年みたいな風に言ってるんですけど、もう2年もすればチヤホヤしてた人たちはみんなもうこうチヤホヤしなくなったりとか、あと新しいファンとかサポーターっていうのは知らない存在になってきたりとか、まあつまり成長していかなければどん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 取り残されていくっていうことになかなかこう気づけなくて、でそれでいてサッカーしかやってこなかったから俺できねえんだよなみたいな話とかをしているとかっていう選手はかつては多かったと思います。で最近ではキャリア教育なども新人研修などでも J リーグのビジネスだったりとか
あのステークホルダーの存在を考えたりだとか、あのなぜこの業界が成り立っているとか、そういった方たち、ステークホルダーの方たちは何がメリットとか何が喜びで、あの選手とかクラブJリーグをサポートしているのかみたいなことを考える機会っていうのも増えてきているので、あのなんとなくそういったあの俺サッカーしかやってこなかったからみたいな選手は減ってきてるのかなとは感じてます。うん、選手を取材する立場として、こう旗から見ててアスリートってすごいなって思うのって、こう毎日決まったことをちゃんとコツコツやるとか、あの体力的なことはもう言うまでもありませんし、あとはチームを作り上げる力とか、この一般の社会でも使える能力いっぱい持ってるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、北澤さんどんなふうに思われますか？いや、そう思いますよ。どれだけの長い間同じことの繰り返しをしてきたら忍耐力があるかとか、あとは勝負事と言いながらも自分が活躍しながらもチームは負けるというなんか理不尽の中にいたりとか、自分はすごい頑張ったんだけど監督はすごいなんか評価低かったりとか、理不尽だらけの中でなんとか自分の道をこう進んでいこうというところも、なんか社会ではあり得る経験をしてきてるっていうのはスキルとして身についてるというふうに思うんですけどもね。そうですよね。だから場こそ違えど活かせるあの人なんだろうなっていうふうに思うんですけどね。木川田さんいかがですか？そう、まさにそうですね。あの本当に日常的に目標設定だったりとかをしてますし、あとコミュニケーション能力がないとなかなかこうチームメイトだったりとか、うん、あのコーチたちとうまくいかないですし、まあ、あの意思決定力だったりとか、うん、あとは自己認識しないとなかなか改善できなかったりとかしますし、いろんなストレスからあの自分をあの自立していかなきゃいけないんで、ストレス耐性とかも持ち合わせてますし、まあ、一般社会に出た時に必要な要素っていうのはあのもうトップレベルであればあるほどもう養われているはずです。ただ、あそういった日常的に PDCA 回していることをどのようにその社会と結びつけるかっていうところの課題っていうのをすごく感じていて、まあ、それらをもう選手の頃から認識して、で、自分を高めるような、フットボール以外でサッカー以外スポーツ以外で自分を高めるような取り組みがどのようにできるかっていう発想自体がデュアルキャリアにつながってくるんじゃないかなと思ってます。あのまさに今ね、木川さんがおっしゃった通りだと思うんですけど、あの視線をね、やっぱり自分、もちろんアスリートっていうのは自身ですから、自分からね他人に移すっていう作業も結構必要だと思うんですよね。ほう、アスリートも自分自身を使ってもらう、買ってもらうっていうことは人に評価されるってことですけど、それはグラウンドやフィールドで答えを出せばよかったんですけども、うん、今度は人のため何ができるかということにしてちょっと変えなきゃいけないですよね。これがなんとなくアスリートにはやっぱりあの成功するにはね、やっぱり強い自意識必要ですから、その自意識からどうやってあの今度は他の人がねに喜んでもらえるだろうかっていう視点に変えるとか、ちょっとしたねコツは必要だと思うんですよ。でもそれもね、そんな時間かからないと思う。アスリートがそれまでにやってきたね膨大なの練習とね、うん、理不尽、まあ、あの私の時代なんてのはしごきっていうさらなる理不尽もありましたから、うん、ありました。いろんな理不尽にねあの耐えながらやってきたことは全て生きるはずなんですよね、うん、ところがそれが生きない、まあ、喪失感も強いので生きないと思いがちなのかもしれませんけれども、このあたりの発想の転換一つだと思います。小林さんは具体的にどんなふうに発想を転換されました？私の場合はね、発想は実はね転換しきれないで、まあ元プロ野球選手というか、私東大卒の元プロ野球選手って非常に珍しい存在だったので、クビになった後存在だったと思いますね。そうですか、そんなにだった。あの NBA に、まあ、コロンビアの NBA で、これもまあ非常に難関なんですけども、いやそうですよ、俺ってすごいだろという非常に強い自意識のもとにいたもんですから、就職活動もろくにしなかったんですね。ただまあご自身の中で希少価値みたいなものがあるっていうのをもう自己認識をされていったっていうことなんじゃないですか？それはいい言い方するとそうなんですけどね、にやっぱり人には買ってもらえませんでしたよ。放っとかれるはずがないだろうと思ってたんですけど、見事に放っとかれましてね、はい、あの就職なかったんですよ。ってどこ誰も誘いに来てくれなかった、なんか変えたとこあるんですか？なんか、そこでやっぱりあの自分でその自分のスキルを買ってもらうしかない、うん、私にはこんなスキルがあって
で、まあ、アメリカの小さなテレビ局に就職するんですけどね、その自身のバックグラウンドは後になって何らかで生きていくことってのは節々にあるんですよ。例えば私自身じゃなくてもね、営業をやるにしたって元 J リーガーとか元ブライク選手って話の取っかかりとしてつかみ OK じゃないですか。はい、それがどっかで出てくるというのはですけど、そのだからね、その前の段階のところなんですね。